ライフル最強援動画狙え10.9。第2回全日本ミックスチーム射撃競技選手権大会ブロンズメダルマッチ選手の入場です。それでは参りましょう。まずは北島&遠藤チーム、北島奈美子。続いて遠藤高尾。対するは香川県警察、堀水幸次郎、荒木理沙。メダルマッチは各チームの選手一発を50秒以内に打ちます。1回の合計得点が高いチームに2ポイント与えられるという形になります。これを繰り返して行い、先に16ポイント以上になったチームが勝者。この場合はブロンズメダル確定ということになります。この1回の合計得点が同点の場合は1ポイントずつ痛み分けという形になります。万が一ですね、両チームが同時に16ポイントになった場合は同点が敗れるまで追加射撃が行われます。そしてタイムアウトは各チーム1回30秒間認められております。まずは香川県警察ファイアリングポイント A1、 荒木理沙。そして A2、 堀水幸次郎。対するは北島&遠藤チーム B1、 遠藤高尾。そして B2、 北島奈美子。皆さん選手に大きな拍手をよろしくお願いします。さあ、このメダルマッチは50秒で一発ずつ、それを繰り返していきます。一発ずつの合計得点が高いチームに2ポイント。ぜひ皆さん、メンバーを注目しながら見てください。長州戦まで終わって10.8が 10.9 が高いです。さあ、ここでストップがかかりました。さあ、まずは北島&遠藤チーム2ポイント獲得です。皆さん、大きな拍手をお送りください。さあ、まだまだ始まったばかり。続いて参りましょう。さあ、行きましょう。さあ、13対13のイーブンです。面白くなってきました。それでは参りましょう。続いていきます。さあ、非常に緊張感が高まるこの一発。さあ、ここは香川県警察逆転に成功、15対13。大きな拍手をしましょう。さあ、少しながらまだ一つの差。しかしは遠藤、ここで一本踏ん張るか。さあ、続いていきましょう。それではブロンズメダル確定いたしました。
ブロンズメダルマッチの結果、ブロンズメダルは香川県警察堀水幸次郎選手、バラキリカ選手です。皆さん盛大な拍手をお送りください。そして最後まで素晴らしいシューティング見せてくれました遠藤選手、北島選手も大きな拍手をお送りください。それではこの後は準備が整い次第ゴールドメダルマッチに移らせていただきます。選手の皆さんありがとうございました。今一度大きな拍手を送りましょう。それでは役員の皆さん、ゴールドメダルマッチの準備をよろしくお願いいたします。第2回全日本ミックスチーム射撃競技選手権大会エアピストルゴールドメダルマッチ、選手が入場いたします。松田&佐々木チーム、佐々木千鶴。続いて松田智之、対するは自衛隊体育学校園田義信、山田さと子。皆さん選手に大きな拍手をよろしくお願いします。3分間の試写時間、試し撃ちの時間がスタートいたしました。皆さん、この試写時間3分の後、このファーストする点検の公表は終了させていただきますので、よろしくお願いいたします。さあ、それでは両チームご紹介させていただきましょう。いきなり園田選手 10.8 ということで、皆さんこの1個上が 10.9 ですからね。さあ、それではまずは園田選手のご紹介させていただきましょう。チーム名です。まずはファイアリングポイント A1、 山田さと子。ファイアリングポイント A2、 園田義信。以上2名、自衛隊体育学校。そして続いてはファイアリングポイント B1、 松田智之。そして B2、 佐々木千鶴。以上、松田&佐々木千鶴でした。それでは皆さん、選手に大きな拍手をお願いします。まずは一発目、一回の制限時間は50秒です。さあ、まずは2ポイント獲得は自衛隊体育学校山田園田ペアです。皆さん大きな拍手を送りましょう。さあ、まだまだ始まったばかり、続いて2回目の射撃いきましょう。チームで一本ずつ、この方針の高い方針に2ポイント入るという仕組み。さあ、ここは2対2に追いついてきた松田、そして佐々木チーム、大きな拍手を送ってください。さあ、この後どちらが先行していくのか、そのあたりにご注目いただければと思います。ここでストップがかかる。さあ、合計得点は 20.4 点、自衛隊体育学校も再び点数を離していく、12対4になりました。タイムアウト。さあ、ここでタイムアウトが取られています。タイムアウトです。で、各チーム1回30秒間のタイムアウトが認められております。
ショット佐々木。ちなみに昨日のこのエアライフル、ゴールドメダルマッチはこのタイムアウトが明暗を分けました。ここからガラスと流れが変わるので、ここでタイムアウト終了のコールがありました。それでは続いて参りましょう。ここは選手、バラキ・リサ選手です。大きな拍手をお願いします。
まして、シルバーメダル、松田&佐々木チーム、松田智之選手、佐々木千鶴選手です。おめでとうございます。そして、ゴールドメダル、自衛隊体育学校、園田義信選手、山田さと子選手です。それではここで撮影タイムとさせていただきます。じゃあまずは振り返っていかがでしたでしょうか。まずは優勝できたことがすごく嬉しくて、体育学校のコーチだったりとか監督にすごく感謝しています。ありがとうございます。お願いします。この優勝した勢いでオリンピック選考最終選考を頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。自衛隊体育学校の2人にお話を伺いました。ゴールドメダルは自衛隊体育学校園田義信、山